あやみんです。今日は東京リベンジャーズのグッズをいくつかパパッとまとめて開封をしていきたいと思います。では今日の動画スタートです。じゃあこれと、あとグラフアートで買ったバクスタと缶バッジ、めちゃめちゃあるな。この辺をちょっとサクッとではないな、いっぱいあるから開封をしていきます。じゃあパシャコレからいきます。通り部のパシャコレ4パック買いましたので、こちらちょっと開封していきたいと思います。ではでは、まず1パック目集合写真ですね。初期メンバーの。はい。あ、ちょっと待って、2枚。まあいいや。はい。ちょっと2枚目飛ばしました。ドラケン、髪長。そして、はい。あ、ナオト。ナオトのさ、お顔と、ちふゆくんの、大人になった黒髪のちふゆくんって、たまに見間違えません？なんか、ツリービレッジのさ、のグッズが、ナオトくんだと思ったら、ちふゆくんだったんだよね。せーの。はい。あ、バジーさん。このバジーさんめちゃめちゃかっこいいね。いつもかっこいいけど。この、あ、ちふゆくん、ちょっと待って。バジーさん見せたくてめくった瞬間に、ちふゆくんが出ちゃった。かっこいい。そしてなんかこの空の、青空加減もめちゃめちゃいいし、めっちゃいいなこれ。そしてちふゆくんでございます。はい、バジさん、はい、そして、あ、おー、ハイタニさんたち、はい、まだ2パックだからね。はい、あー、ちふゆくん、ちふゆ、はい、優しそうなちふゆからの、はい、あ、スマイリー、え、スマイリーかわいいよ、めっちゃかわいい。はい、はい、あ、すごい、このパックはすごいよ。カズトラです。はい、あ、マイキー、つやくんとムーチョですね。このみつやくんめちゃめちゃかっこいい。みつやくんはいつもかっこいいけど、っていう4パックでございました。次はじゃあグラフアートのやつからいきます。グラフアートのバクスタと缶バッジがあるので缶バッジからいきます。ペイントスーツみたいな感じのやつ、ペイントって書いてる。いきます。せーの、ほい。あ、ドラケン、めっちゃかわいい。この無邪気な笑顔がめちゃめちゃかわいくないですか。結構スンってしてる感じがドラケン多いからかわいすぎる。では3つありますからね。せーの、ほい。あ、マイキーだ。文字もめっちゃおしゃれだね、これかわいい。マイキーでございます。ラスト、最後だよ。いきます。せーの、ほい。ちふゆさん来た、かわいい、かわいいな。はい、ちふゆくん、ではアクスタもこの調子でちょっとちふゆさん来ていただきましてお願いします。よ、せーの、ほい。おっと、来たじゃん、来たよ。え、めっちゃかわいい。このなんかアクスタめちゃめちゃ色が綺麗でめちゃめちゃかわいいです。台座はクリアな感じになっておりますがめっちゃかわいいです。いくよ、せーの、ほい。あ、ドラケン、かわいいな。
このドラケンめちゃめちゃ可愛いんだけど、なんかこのふざけてる感じがめちゃめちゃ可愛いです。ありがとうございます。可愛い、ほら、あ、でも向き的に千冬くんとかは向き合ってくれないけど、よし、いきます。せー、ほい。あ、みつやくん、芸術といえばみつやくんって感じだよね。本当に内容は言わないんですけども、ちょっと今週の通り部の本誌がめちゃめちゃ良くてですね、本当に泣きましたよ。いいね。ちょっと私消えて、あー可愛い、行きます。せーの、はい。あ、バジさん、このバジさんめちゃめちゃかっこいい、っていうかなんか色がめちゃめちゃ綺麗、やっぱすごい、こんな感じ、可愛い。なんか組み合わせとしてめちゃめちゃいい感じに、はい、この4人でした。アクスタ、こちらじゃーん、アニメイトで買ったこの前ドンキで買ったパーカーのおまんのみんなが着てるっていうイラストのものですね。色紙3枚と缶バッジ 2個買いましたので開封します。いきます、せーの、ほい。あ、マイキー、しかもこの缶バッジなんかすごいよ、ツルツルしてる、ツルツルしてます。はい、マイキーです。マイキーもパーカー似合うよね。次、せーの、ほい、みつやくん、みつやくんです。このみつやくんめちゃくちゃいかついよね。1枚目、せーの、ほい。あ、ドラケンさんでございます。背景がめちゃめちゃめちゃおしゃれです。ドラケンです。次、いきます、せーの、ほい。あ、ちふゆくん、ちふゆ来ました。はい、かわいいな、この辺とかね、あざといね、やっぱちふゆくんってあざといよね。いきます、最後、せーの、ほい。あ、たけみっち、たけみっちでした。かわいいパーカーのフードかぶってるけど、なんかバジさんとかみつやくんとまた違う感じだよね。はい、ではでは最後のシリーズに行きます。こちらがトレーディングミノ袋アクリルキーホルダーです。ミノ袋開けますね。これね、キーホルダーと缶バッジがあって、ちょっとキーホルダーから開けます。では行きます、せーの、はい。あ、マイキー、このしかもさ、寝てる感じめちゃめちゃ可愛いよね。マイキー髪の毛がすごいなんかオフモードな感じ、めっちゃ可愛いです。はい、マイキーでございました。可愛い、めっちゃ可愛いね。せーの、はい。みつやくんだ、え、めっちゃ可愛いんだけど、おねむな感じがめちゃめちゃ可愛いです。はい、次、せーの、ほい。タケミッチ、可愛い、めちゃめちゃ笑顔ですよ、よだれ垂れてるし、めっちゃ可愛い。はい、そう、マイキーもよだれドラーンってなってるんだけど、いきます、ラスト、せーの、ほい。あ、バジさんだ。バジさんはくくって寝る派なんですね。髪の毛長いから寝癖ついちゃうからね、くくってるんかな。かわいいと言った4人でございました。はい、では缶バッジ開けます。全7種類だからね。せーの、ほい。あ、バジさんコンプだ、両方来ました、缶バッジもクッキーも。はい、
ケイスケって書いてある。缶バッジ2個目。はい。あ、みつやくん。かわいい。せーの。はい。ちふゆ。寝癖がついてる感じめちゃめちゃかわいいんですけど。ありがとうございます。あくき入れなかったけど、こっちは来ました。かわいすぎる寝顔。いろんな種類のちょっと通り部グッズを一気にドドッと紹介したんですけど、こんな感じです。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。